ここを今書いてるんですけど、うん、ここはこういう、ね、向きじゃないですか。そうね、でもここはこういう向きになってるじゃないですか。そうね、ここからぐるんと回ってここら辺まで、でその距離の真ん中を撮るか、それともカメラから見た真ん中を撮るかで変わってきますから。あ、うん、よろしくお願いします。毎度です。ゼロからアニメーションコース、あのこの最初はトレースして影とか入れたりして、次の段階はこれは何でしょうか。まあ振り向きでもやってもらいましょうかねっていうので素材を用意してみました。難しそう。振り向きだからこの次の絵がこれになります。間を割ってみよう。トレースができた状況からいきなり振り向きに行きます。まあ、本来はこれをね、あのクリーンアップしてからの作業なんですけど、はい、まあ、それは吹っ飛ばしてとりあえずこの原画と原画の間を割ってみましょうか。じゃあまずは清書してもらうべきだけど、今回はこの中割りを書きましょう、はい、これ横から右に向いてるフレーム、途中にある、ちょうど途中にあるところなんだ。少しこっち向いてるのか、まっすぐ見てるのか、どうなるのかな。とりあえず中に3枚入るを予想して、その真ん中を割っていただければ。フレーム1と5にして3を書くこと。わ、うん、かりました。はい、ではタップを用意して。海外のアニメーションでよく下に来るタップですけど、日本の場合ほとんど上に置いて、フレーム1と5置いて両方同時に見れる状況でこれ置くんですか。はい、やったことない人なら最初は どうするんですか。水色鉛筆 で、まあ、当たりを取りながら作業を進めていけば、まあ、めくりながら位置を確認して。最初のエピソードで勉強になったこの、あーはー、左から右に行って途中にあるところがこの辺なのかな。頭のあたりを描いてみます。顎のところとか目で見てだいたいこんなところかなとか、それとも定規を使ってちょうど真ん中とか、まあ、軌道を考えながらこういうラインを通るのっていうのを予想しながら。なるほど、じゃあちょうど定規じゃなくてこうやってちゃんと軌道を考えて、で若干左に向いてるようにやってみます。そして首がこんなところかな。首の幅は 1.6 センチ。やり方が変ですか。うん、うん、そうだな、いちいちは測らないかな。よし、めくってみる。結構シンプルな花ですね。1、2、3、1、2、3。目はここからここに来るんだけど、同じ軌道だとこんな感じで、一回タップから外して目の大きさ、うん、測ってもいいですか。こうなるかな。これアウトですか。うん、いや全然、だいたいこういう幅で、で髪や髪の毛は左右対称ではないので、原画を参考にしながらどんな髪型かなというのを想像しながら。確か確か、まあ本来は設定が存在するんですけどね。じゃあ普通はキャラ表とか見ながら、ええ、まあ大体髪がこの辺でこんな感じになる。髪はどれくらい高くなるのか。で前髪がなんとなくこの辺から、で後ろの髪こうこう、軌道を確認しながら立体的に回り込んでいるかどうか確認しながら。そうね、あでもそうするとそんなに見えない、こうなるかな。これがキャラクターの左肩でこれが左肩がだいぶここから動いちゃうので、ちょうど真ん中に来るのかな。ちょっと気になってるところが、ここからここ向くときに顔が先に行って肩が少し遅れるのか。そうですね、さらに難しい。パーツパーツで割るのはいいけど、それをね全体的にまとめるのも難しいですよね、こういうのって。うん、じゃあこれがちょうど真ん中くらいに入っているんですけど、肩がちょっとだけ遅れてくるかな。
まあ、2分の1で取るより3分の1で意識して体を割った方が、ここくらい、まあそこくらいに食うとしたら首がどうなって背中とか胸とかどの位置にあるのか組まれました、うん、そうですね、まずはあの首とバランスの取れたあの肩は置いといて胴体を考えてみれば、あじゃあ別に無駄じゃないけど、うん、これ1枚ちょっと置いといて、はい、体だけ大体の形はどういう動きをするか考えてみます。こんな感じで書いてもいいかな、うん、うん、それだと最後の絵と大して変わらないかな。そうね、そうですね、横の体の描き方とかも慣れないと難しいのでうん、こういう感じになるのかな、なんか体がくの字に曲がってますけどこうかなやってみます、うん、あえて曲線の軌道を取る必要もないんですよ。横からカメラが見てるわけだから別に直線に軌道がなっても全然不思議じゃないですよ。あ、そうなんですか。直接まあガイドとして線引いちゃってもいいと思いますよ。はい、じゃあ合体うまく合うかなこれと合わせられるのか、変だね下につけてるやつをトレースしちゃえばいいんじゃないですか。どっちの位置優先にしますか。体の頭の位置優先にしちゃいましょうか。この際、わかりました。よし、こんな感じです。動きを確かめましょう。 1,2,3 おー、いけるかも。先に目を書いてもいいですか。目はもう後でいいです。今やるべきことは、あ、わかりました髪の毛をまとめましょう。画竜転生というのがありましてね。それはどういう意味ですか。んドラゴンの絵を描いたわけですよ。あ、中国 の、 あ、ね、あの昔の偉い画家さんが、うん、で目を描いてないんですよ。なぜだって聞かれたら、目を入れたらこいつ本物にあって飛んでっちゃうんだよって。え、本当に目を描かせたら飛んでっちゃったっていう、そういう昔話があって、生きるから飛んでいっちゃ う目は最後に描きましょうねっていうことですわかりました。この辺が想像で、前の原画を見た方がいいんじゃないですか。ああいつ来るかなと思ってたけどよし、亀入れました。この紙の束が少しおかしい、うん、なんか出張りすぎてるから、よし、もう一回確認。1,2,3 1,2,3 口書かない。口、そうねただの中割りでいいのか、どっちかに寄せるのか。ハイライト見てみましょう。完成なのかな。1,2,3 おー、目が全然大きさが違う。それ少し直しましょう。多分私の実力はこんな感じです見ててくださいはい、まあ書きながら説明していきましょうか。お願いします、うん、一番大きな間違い、そうだな、あの最後の絵の視線を見てもらえればわかるんですけど、うん、こっちを向いてますよね。で、すでに こここの絵ではもうこっちを向いててほしいんですけど、 うん、もっと視線は、あー、じゃあ向き完全にもう完全にもう右に向いてるようにすればよかったんだ、うん、はい。まあ、説明としては上から見た図ですと、ここからぐるんと回ってここら辺までありますよね。そうですね。で、その距離の真ん中を撮るか、それともカメラから見た真ん中を撮るかで変わってきますから、あ、うん、まあそれはあのそのカットの内容によって好きな方って感じですね。まあ要は動いてみりゃいいんだから。なるほど。じゃあ私が描いたようはあっち向いているように、うん、まあ でもどっちですかね。で、これからどっち向きに描いてくれますか。そうですね、自分も真ん中取れたらこれぐらいでしょうね。はい。頭の大きさは髪含めて、ん、いえ、まあこれは頭蓋骨の大きさを、わかりました、ラフで描いてますよ。ああ、で耳の位置を、それも真ん中辺に置くことですか。うん、まあぐるんと回るのをね、
頭の中でその動いてるアニメーションを想像してるんですか？軌道を想像しながら。今の角度だとキャラクターの顎がほぼ首を隠している感じですね。じゃあまだ左腕の形は同じ角度、1フレームとそんなに変わらないか。そうですね、まあ引っ張られてきてるんで、ここまでは肘が先行で、こっち側は引っ張られてくる感じで。じゃあ私が描いた腕の角度はもう少しフレーム4頃から、うん、そうですね。そして私がもう口が開いていると思ったんだけど、日野井さんがまだ閉まっている状況なんだ、うん。で目の位置、頭の位置を決まったらもう目が、目の位置も決まってるってことなんですか？そうですね。そして髪がどうなるのか、うん、これも想像で。ん？いえ、これとこれの整合性を取りながら形を考えていく、うん、で今めくっている時に何を確認しますか？ここを今描いてるんですけど、うん、ここはこういう、ね、向きじゃないですか。そうね、でもここはこういう向きになってるじゃないですかそうね、それをどっちに寄せるかを考えながら。の目は何が間違ってますか？やっぱりこっちの絵に寄せなきゃいけないんで。まあこんな感じですか？比較タイムです。髪の毛真ん中から出てますよね。これはほらこの位置から出てるじゃないですか。こうやって合わせて描いていった方が形は整いやすいから。そうなんだ。人は視線を変えるときに無意識のうちに目をつぶります。確かに。さらにこの先をやってみましょう。